します。今日は雨ですね。インパネちょっとね見にくいと思うんですけども、今日はちょっとだけ10分ぐらい市街地走行、そうですね、まあ最適な、エコドライブを目指してということで、ちょっとね、ドライブ検証してみたいと思います。それでは行ってみましょうか。雨なんでね、初めての雨の走行。注意しながら行きましょう。それでは出発進行。だいぶね、10月が近づいてくるようになって、もう寒いですね。肌寒いとかそういう類ではないですね。これはね、かなり、気温も下がってきました。結構半袖1枚だと寒いよね。まあ、最初の走り出しはね、そんなにエコーを気にしないで、私の場合は 4,50 キロまで一気にガーンと上げて、そこから惰性運転させて、まあ回生ブレーキを有効活用してバッテリーを貯めていくというような運転を心がけてますね。今はエンジンつけたばっかりなので、ガソリンのモーターのガソリンの方からね、エンジンの方からバッテリーのチャージがこう開始されちゃってるんですけども、これもまあすぐにね、止まります。まあなんかエンジンが温めようとしてるんでしょうかね。ちょっと音鳴ってるんですけども、これは次の走行、アクセルを踏んだところで電気走行に変わるので、エンジンからの駆動供給を今停止しまして、市街地走行ですから、通勤のね車が結構ありますよね。まあハイブリッドとはいえ、こういうノロノロ運転っていうのはね、なかなか、低燃費での走行実現難しいところなんですけれども、まあなんとか EV モードでガソリンを使わず安全運転で行けば、ガソリンの消費というのは、ね、低く抑えられると思いますよ。ここで回生ブレーキを入れましょう。まあ、楽ですね。ノロノロの方が回生ブレーキのコントロールが非常にしやすいですね。後ろの車を気にすることなくね、もう前が渋滞しているっていうことが分かっているので、そんなに気を使って運転する必要もないから、回生ブレーキによる充電が非常にやりやすいですね。今日で日月火水と4日目ですね。納車4日目、ここまでの、走行距離ですね、トータルでおおよそ180キロ。まあ日常生活で使ってるだけなんでね、高速道路を使うわけでもないんですが、まあ奥さんが仕事で車使ってるのでね、まあ結構こういう重ねだけでもね、走行距離っていうのがね重なってきますね、増えてきます。まあ仙台のラクティスだと180キロ走行していたら、そうですね、ガソリン残量のインディケーターがまあほぼほぼ半分切るか切らないかという状況にはなると思うんですけども、まあまだガソリン残量メーターのゲージですね、半分以上残ってるので、まあここはやっぱりまあハイブリッドの本領発揮かなといったところでしょうか。雲がね、もう絶対に今日はお日様出てきませんよっていう、そんな感じですよね。で、なんか台風24号っていうのがね、今かなり
猛烈な台風らしいんですけれども、沖縄の辺りをなんかノロ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 北上してるらしくて、どうもこの本州にも影響を受けるような感じですね。週末はずっと雨のようですな。まあ秋の長雨とは申しますけどもね、ここんとここういうぐずついた天気が多いので、ちょっとね気持ちも鬱になりがちな人もいるかもしれませんね。まあ今年の夏のように毎日40度近くまで行ったことを考えればだいぶしのぎやすくなったのは事実ですけどね。はい、これは行っちゃいましょう。ずっと回生ブレーキ使ってタイヤのその制動のところからですね、どんどん今チャージがバッテリーにされてるんですけれども、まあ、できる限りガソリンを使わない運転なんですね。まあ、ただその前後ろの車に迷惑をかけないようにということもありますから、エコ運転がねエゴ運転になっちゃったらこれ元も子もないので、まあそういったところ気も使いながらね運転をしていった方がいいですね。今坂道発進なんですけれども、やはりここはなかなかねガソリンからエンジンからねパワーが供給されて、どうしても、車を動かす力、ガソリンの方から供給パワー受けがちなんですけどね、これはまあ仕方がないでしょう。ずっと平坦でまっすぐな道なんてないわけですからね、特に市街地っていうのはそういうことだと思います。まあ昔はね若い頃は歩いて近くに買い物行くなんていうのに車なんかはもう使わなかったですけどもね、まあ最近はですね、まあ500メートルも離れてないマーケットに車で行ってしまいますよね。うん、まあ究極のエコっていうのはね、車に乗らないということが一番エコなんですね。まあ車を使わないということになるんでしょうけれども、まあそうはいかないので、まあ足腰もねかなり弱ってまいりました。余談ですが。安全確認したらここから一気に 40-50 キロまでは加速します。はい、ずっとこれがガソリンエンジンの動力ですね。はい、巡航速度になったらパンと離して回生ブレーキ発動、後ろにも車がないのでこれはのんびりのんびり充電をしながら、まあ20から30あたりの速度で頑張っていけば燃費良くなるんじゃないですかね。ちょうどね、通学の時間帯ということもあるので、まあもう安全運転が最優先ですね。エコどうのこうのと言ってる場合ではないんですけども、まあ結果の安全運転するということで、ガソリン燃費の消費ですね。ガソリンの消費っていうのはまあ実は最低限に抑えられると。やっぱり安全運転っていうのがね、エコにも寄与するんだと、プラス効果があるんだということになります。はい、ここからまた 40-50 キロまでは一気に上がってきます。遠くの方の信号赤が見えているので、もうこれはね回生ブレーキをフル活用するチャンスですよね。必ず車が止まるわけですから、まあ、ここはコンビネーションアクセルと、ね、踏み込みと離しのコンビネーションをうまく使って回生ブレーキを生かしましょう。
スが止まってますね。ここは安全運転で。はい、今ずっと回生ブレーキで制度かけてるのでフットブレーキは使ってません。ここからフットブレーキですね。あのフットブレーキを踏む頻度がもうかなり減ってるので、あのブレーキディスクっていうのがね、多分消耗っていうんですかね、ブレーキを挟み込んで、ディスク挟み込んで止めるということをしないので、ブレーキディスクにとっても優しいですよね。結構あのブレーキディスク熱持つんですよね。結局摩擦で止めてるわけですから。でもそれを使う頻度が少なくなってくるということなので、ディスクの消耗というのは非常にあの少なくなると思うんですよ。これ OK ですね。チカチカして回生ブレーキでゆっくり通り過ぎていって充電を確保すると。50キロまで一気に加速をして、一気といってもね、そんなに回転数上がってないと思うんですけどね。ただちょっとこう上り坂なんで踏み込みは少し長いですね。今これはアクセルを離しているので回生ブレーキ発動中です。かなり溜まってきましたね、バッテリーの方も。 OKOK。近所の防災公園に到着です。だいたいそうですね、4キロぐらい走ったのかな、まあ、だいたいそれぐらいの距離を走って、まあ市街地走行というのはこんなもんですかね。ちょっと買い物行くよ、ちょっと病院行くよという感じなので、だいたいこれぐらいの距離しか走らないのでね、まあ、だいたいどれぐらいかというのを検証してみたいと思います。それではですね、エンジンを止めて、だいたいどれぐらいの燃費があったっていうことをね、確認してみましょう。はい、こんな感じですね。エンジン止めると評価が出てくるんですね。17キロメートルパーリッター。まあね、市街地走行だとこんなもんかもしれませんね。うん、はい。まあちょっと今日はね、軽めに、市街地走行するとどれぐらいの燃費かっていうのを検証するために運転してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは次回、さようなら。